望、森保さん演説中の遠藤森田南野のリアクション。森、それで？わた、だから、滝、守備のフィロソフィーは？はぁ？っていう猫みたいなんだわた。戦術糸糸が使えなくなった今次の戦術は何誰なんだぽいよ。戦術綿はダメだよ。サッカーは点を取れないと勝てないゲームだからね。アジアカップベスト8でも延命したし、もうボイに怖いものはないんだ。また森田は公に考えすぎてパンクする。もっといろいろ提示してほしい。この力が足りないというのは逃げ、と森保ジャパンに数々の提言をしたが。アノリムの元でやってる森にポイをぶつけるのはハラスメントなんだ。ってのは言い過ぎでもない気がする。アノリム、デゼルビと比べたらポイは無戦術すぎるよそりゃ。幸せに包まれてるのポイチと田島だけなの草。代表サポは絶望に包まれているんだ。まるで自民党なんだ。森は岡間全員反乱席ありだし、今は岡間欲してるからさすがに全員外すわけにはいかない。回収も反乱分子と内通しているようだし。ボランチって常に全体のこと考えてプレイしてるから不信感が他のポジションより溜まりやすいのかもね。盛り下がりすぎ事件も、ビルドの約束事がないから受けに下がってただけだしね。糸広もキッズだと普通にいいし、ちゃんとビルドアップできてるんだよな。代表で迷子みたいにバックパスばっかりしてるように見えるのは、戦術が整備されてないだけなんだろうな。代表の戦術は、日本に不可能はない、日本人であること、喜び、誇り、幸せに包まれる、があるだろ。とりあえず七海は松本山田と兼任して昇格させられなかったらクビにしよう。年俸3億円に海外組視察という名の経費で海外旅行、勝ち組すぎて辛い。